します。水谷さんでよろしいですか。はい、よろしくお願いします。それでお願いします。はい、はい、一つ目の質問ですが、はい、まあ、水谷さんが今目指されている夢とかビジョン、まあ、そういうものがあったらぜひお聞かせください。はい、いくつかあるのですけれども、まあ、一つ目は、心理学とか脳科学、いわゆる神経科学ですね。あとは精神医学をこう正しく広めたいなっていうのが一つ僕の中にありまして、大学で心理学をやっていて、大学院でいわゆる脳科学、神経科学とか精神医学をやっていて、で、今現在めちゃくちゃ流行ってると思うんですけれども、やっぱりちょっとデマ情報であったりだとか偏見が多いのが事実なので、そこをこう正すって言ったらちょっと上からですけれども、分かりやすくこう3つの領域っていうのを正しく広めたいなっていうふうに思っています。で、2つ目が、科学的研究をもっと身近にしたいかなっていうふうに思っていまして、で、やっぱり心理学とか神経科学ってなんかこう大学のうちうちだけでやっているっていう印象がやっぱりありますので、それをもっと、なんていうのかな、一般の人にもこう実験に触れてもらえたりだとか、実際に大学研究機関以外でも一般人の方がこう実験できたりだとか、そういう制度とか施設があったらいいなっていうふうに思っています。で、そういうのができたらなというふうに漠然とはちょっと考えています。で、3つ目が、ちょっと脳科学とか神経科学の話とかとちょっと離れてしまうんですけど、私自身が今執筆活動をやっていまして、執筆で書くことをね、通してちょっと社会貢献していきたいなっていうのがあります。理由としては、今ちょっと病気をちょっと持ってまして、それで病気でもできること何かないかなっていうふうに探したら、やっぱり執筆の方がある。一つできることはあるかなっていうふうに思っています。なのでまあ、いろいろちょっと経験してきたので、その思いとか経験というものをこう後世にまでちょっと伝えたいなっていうふうにちょっと思っていまして、それで書くことを通して社会貢献っていうふうに一つは考えています。で、最後にもう一つは、まあ、障害を持っているからできないっていう世界じゃなくて、障害を持っていても活躍できるっていう、そのロールモデルとしてその一人になりたいなっていうふうに思っています。今私が持っている病気っていうのは、まあ、うつ病なんですけれども、やっぱりちょっと動けなかったりだとか、良くないイメージというかマイナスイメージっていうのが多いんですよね。なので、一般企業とか普通のサラリーマンするのにおいても、やっぱりその偏見がつきまとって、なかなかこう就職枠は増えてるのに就職できないっていう事例がやっぱり多いんですよね。なので、一つこう執筆でできるっていう成功モデルがあったら、やっぱりちょっと偏見とか、まあ、精神医学をやっていたっていうのもあるので、そういうのがなくなっていくんじゃないのかなっていうふうに思っています。もちろんその過去の方でもそういう方は、まあ、一つのロールモデルっていうのはあったりはするんですけれども、やっぱりちょっとインパクトが弱いかなっていうふうに思っていて、で、執筆になると後にも残って、で、読めてこう何て言うかな、自分の中に心の中に留めておけるっていうようないい部分があるかなと思ってるので、それで執筆っていうのにもちょっと絡んでくるかなっていう感じです。あ、以上です。はい、なんかものすごく具体的な夢、すごいなんか整理されてるなって。ありがとうございます。はい。ちょっと、もうちょっと深く聞いてみたいところですが、ちょっと、はい、まあ、時間もあるので、二、はい、つ目の質問に行きたいと思います。はい、なんか今、四つ夢をおっしゃっていただいたんですが、その中のどれかでもいいですけど、はい、その夢に向かって、どのような、例えば1年とか3年とか5年計画で、目標を立ててるのかっていう目標計画の部分をお聞かせください。はい、わかりました。最初の一つ目と二つ目ですね、神経科学の話とか心理学の話をもうちょっと広めたいっていうのと、その科学を身近にしたいっていうところに関しては、今は私自身がブログを、去年あたりから開設しまして、そこで、はい、ありがとうございます。そこで、なんていうかな、一般人にこう分かりやすく、かつ、論文ベースでエビデンスベースで、こう正しくは
発信できたらなっていうふうに考えています。でまだちょっとブログを開設して1年ちょっとぐらいなので、うん、まだまだちょっと認知はされていないですし浸透はされていないんですけれども、まあ、海外の方からいろいろちょっと、うん、反応が結構来たりだとか、その英語のコメントが結構来てました。英語のコメントが多くて、でその英語ばっかりなんですよ、逆に言うと。でだから海外の人を結構見てくださってるみたい で、そのコメントを見ると海外のそのヤフーニュースにも載ったりしたことがあるらしくて、それでそうですね、今はちょっと日本語でやってて、で一応海外英語をベースで書いてるものも何個かあるんですけれども、それを通して今は日本だけじゃなくて海外にもちょっとやっぱり少ないからコメントが来るのであって、うん、広めていけたらなっていうふうに思ってます。それこそブログなんで3年とか5年スパンでちょっとやらないとなかなか広がらないので、一応続けていこうかなっていう感じですね。で、うん、まあ、科学を身近にしたいっていうところになると、これは本当にちょっと夢物語レベルなんですけれども、まだ正直言うと、ビジネスモデルとか法律とか資金とかそういうのは全く考えていないです。ただ今ポスドク問題とかいうのがあって、やっぱり大学で院卒の方がなかなかその研究職に就けないっていうのがあって、あとは研究費問題っていうのもあったりするので、それらに縛られない方法っていうので、一つなんていうかな、クラウドファンディングであったりだとか、別の今ブログで寄付をちょっと募ったりしているんですけど、そういう形でなんていうかな、まあ貸し出しできるような場所みたいなのが作れたらいいかなっていう、研究機関とか研究所っていうのを一つ作れたらいいかなっていうふうには思ってます。これは本当にもう10年20年レベルのスパンでちょっと考えています。で最後に書くことであったりとか障害者で活躍できるっていう話になると、今はブログをちょっと中心にやっているんですけれども、一応エッセイの方で複数回受賞をちょっとさせていただいているので、最近なんかツイッターに投稿されてました。そうですそうです、はい、それが2個目の受賞で、1個目がちょっと前に2年前ぐらいかなに受賞したのがあって、まあ、小さい賞ですけれども、一応まあ芽は出てきてるからこれからかなっていうところでちょっと考えています、うん、あとはそのコンテストをまだちょっといっぱいやることがあるので、そういうの執筆と、あとはまあちょくちょくツイッターを通したりだとか、別のところから、オファーをいただいている執筆の仕事を通して、ちょっと執筆活動っていうのを続けていけたらなっていうふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、なんか目標計画もかなり具体的だなって聞いてました。ありがとうございます。3つ目の質問が、その、はい、まあ、その目標計画を実現する上で、なんか日々実践されてるなんか基本的な活動とか、うん、そういうものをお聞かせください。そうですね、まあ、先ほどとちょっと質問内容とちょっと被るところがあるんですけれども、まあ、一つはやっぱりブログをこう広めるっていうのがあって、実はツイッターとか SNS を始めたのって僕、うん、去年の12月ぐらいなんですよね。でブログを開設してから半年ぐらい経ってからなんですけれども、うん、やっぱりツイッターの目的の一つとしてそのブログを広めるっていうのが僕の中であったので、うん、それでツイッターを始めたっていうのもあるんです。なので、うん、まあ、まずはブログをちょっと書き続けて広めるところからをちょくちょくやっていくところかなっていうのと、あとはそうですね、執筆を通してであったりだとか SNS で、SNS に加えて、まあ、YouTube とか動画でやるっていうのも学問的には親和性が高いと思っているので、うん、それだと英語で字幕をつけたりもできるので世界的にも広められますし、で、うん、なかなかこう正統派の心理学とか神経科学ってなかなかないんですよね。やっぱりちょっとなんていうのかな、遊びであったりだとかちょっとこう豆知識的な感じで言われてるところがあるので、もうちょっとちゃんと学びたいっていう方に対してのものがあってもいいかなっていうふうに思っているので、それで広められたらなっていうふうに思っています。うん、で YouTube も、
今もされてらっしゃるんですか、はい、YouTube、いや今はまだちょっと着手できていないですね。やっぱり、どちらかというとあの執筆の方がちょっといっぱいいっぱいになってしまっていまして、で、うん、YouTube の方は実はちょっと別の方とタグを組んでたりとかしているので、うん、そちらの方であのちょっと進めたりはしていますね。でもしかしたら僕個人であのやるっていうのもちょっと今後考えているので、あのまた見ていただけたらなと思います。あの今のところはそんなところですね。あとはまあコンテストでどれだけあの受賞できるかっていうのと、あと今回こういう機会をいただけたので、まあ、あの発信の機会としてまあちょっと発言させていただこうかなっていう感じのものが多いですかね。うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね。なんかかなりその発信が結構中心の、ね、はい、あの活動をされてらっしゃる。はい、そうです。なんかどっちかというとインプットよりもなんかアウトプットが、うん、多いみたいな感じですか。そうですね。でもなんていうのかな。インプットはやっぱり自分でやらないといけないところなんですけど、アウトプットをしないとやっぱりまあこういうなんていうかな、 SNS でもそうですけど、アウトプットをしないとこう人に見てもらえないというか、どれだけインプットを頑張っていてもその相手になんていうかな、広まったりとか認知されないと、やっぱり自分の夢として活動としてはあの意味をなさないかなっていうふうに思っているので、やっぱりこういうなんていうかな、インタビューの、 あのお仕事をお話をいただけたのもやっぱりツイッターで発言してっていうところがあるので、まずは発信をすることかなっていうふうに僕は思っています。で執筆でも発信することで誰かの目に留まってとかいうのもあの実際あったので、なのであの、まあ、発信の方に今は力を入れてるっていう感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ4つ目の質問は、はい、あの1個目の質問であの4つ、まあ、夢をおっしゃってくださいましたが、はい、そのなんか夢を持つようになったなんか一番大きなきっかけを教えていただけますか。うん、はい、ありがとうございます。そうですね、一番はやっぱりちょっと病気っていうのがちょっと大きいんですけど、まあ、僕自身があの、まあ、大学で心理学を専攻して、大学院で神経学、脳科学と精神医学の研究をやっていました。であの病気になったのが大学院の修士課程の2回生の時 でそこで現在まで続いている病気をあの患うようになったのですけれども、まあ、そこで泣く泣くちょっとあの大学院を去るようになってしまいました。まあ、実際本気であの研究者っていうのを目指していたので、あのかなりちょっとあのショックだったんですけど、あのまあ病気なんで仕方ないかなっていうふうに思っています。で数年間はやっぱりまともに本とか読めずに、ずっと論文なんてもうそんな難しいこと全然できなくて、入退院をずっと繰り返していたんですよね。でただあの現在のようにこう書けるようになって、やっぱり神経科学とか心理学とかあの好きやなっていうふうにやっぱ思うんですよね。自分が研究していたっていうのもあるんですけれども、でやっぱり自分の好きなものをやっていて、やっぱり思うのがその、偏見とかあの学問に対する偏見とかこうデマとかの、 あのなんかそういうのを見て歯がゆい思いがあったので、それでちょっとブログをしてみようかなっていう形になっていきました。で、うん、あのまあぶっちゃけて言うと、まあ3つの学問が好きなんですよね、要はもうそれだけの理由なんですけど、そこからまああの皆さんがこうやっぱり興味がある分野なので、あの正しく発信できて、みんなと一緒に語れるようになれたらいいかなっていうところがちょっとありますね。でもう一つの書くことで社会貢献であったりだとか、書くことであの何て言うかな、病気のロール病気でも活躍できるロールモデルっていうところに関して言うと、やっぱりあの執筆をやって、実は1回目の受賞の時たまたま募集してたのに、あのなんとなく応募したら受賞したんですよね。それであの自分の中であのやっぱりちょっと執筆っていうのは向いてるんじゃないかっていうふうに思って、うん、でまあもともと大学院であの論文書いたりとかしていたので、まあ、書けるかなと思っていたんですけど、意外とこう人の
まあ、第三者から見て意外とこう必要とされる文章を書けるというか、書くことができるっていう自信になって、そこから執筆活動っていうのを続けるようになりました。まあ、でも執筆もどちらかというと、まあ、大学院で論文とか書いてて書くことが好きだったんで、要は好きっていうのが一番大きいですね。心理学好きとか脳科学とか好きですっていうのと、あとは書くことが好きですっていうのがたまたまマッチして、今ブログとか、あとは執筆とか、その方向に進んでるっていう状態ですね。あ、以上です。ありがとうございます。その3つの学問に共通することって何かあるんですか？やっぱり何て言うかな、人間の行動っていうのが気になるんですよね。心理学っていうのは人間の行動のどういう状況でどういう傾向が出るかっていうのを調べる学問で、で神経科学とか脳科学っていうのもその出た行動の、まあ、脳内レベルでのメカニズムがどういう感じになっているのかっていうのを調べる。で、精神医学っていうのはその人間の行動がなんていうかな、病気とか正常じゃなくなってしまうって言ったらちょっと偏見があるかもしれないんですけども、ちょっと難しい方であったりだとか、そういうなんていうかな、ちょっと普通とは違った状態っていうのを調べる学問だと思っているので、まあ、共通してるって言えば人間の行動ですね。まあ、僕自身も人間が大好きなんですよ。で、人間が大好きで、その人間っていうものがどういうものかっていうのをやっぱり解明したいというか知りたいっていうのが一番の根底にあるのかなっていうふうにはちょっと思っていますね。うん、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後の質問ですが、はい。その夢を持つようになったその気づき、まあ、発見、うんうん、なんかそう多分同じその出来事に別の人が出会ったとしたら多分みんながみんなそんな同じ夢目指すわけじゃないと思うんですけど、うんうん、その気づき発見によって、まあ、夢を目指すようになったそのさらに背景にはなんかどんな、うん、なんか大事にしてたことがあったんですか？うん、やっぱりなんていうかな、まあ、先ほどの質問で人間が好きだっていうのが心理学とか神経科学とか脳科学とかあと精神医学に向かう方向になりましたし、もう一つ僕の中で大きいなっていうのが思うのがクリエイティブ、要は創造性っていうのをとても重視してるっていうところがあるんですよね。例えば研究ですと過去の膨大な研究っていうのを調べて、そこからまだ解明されてないことで、これから解明すべきことを明確にして実験を自分で組み立てるっていう、その発想とか考案とかその辺のクリエイティブな部分っていうのが結構重要視されるっていうところがあって、でエッセイでもやっぱり執筆っていうと小説とか評論でも全部一緒なんですけれども、物語文章の構成であったりだとか、もう一から作るっていう時はやっぱりクリエイティブなものが必要っていうところですね。なのでそのもう一つのなんていうか人間好きっていう一つの軸があって、もう一つの、まあ、軸としてクリエイティブなところを、まあ、発想とか創造性っていうものを重視しているところがあります。で、まあ、これはたまたまなんていうか入院してた時に心理師さんに言われたんですけど、水谷さんってその創造性が高すぎてそれで苦しんでるって言われることがあるんですね。まあ、それは正直言うとあんまり信じてはいないんですけれども、でも的を得てる部分っていうか自分の中でスッと落ちた部分はちょっとあって、やっぱりそのなんていうのかな、はみ出した人生っていうのが僕多かったので、その大学院も入学するとき僕飛び級で入学しましたし、で、あとはなんていうかな、そのブレインストーミングとかあんなんやってると誰よりもやっぱり多く出たりするので、やっぱり創造性っていうのをちょっと生かしたいなって思ってて、うん、それでまあ、2つ目の軸として創造性っていうのがあって、でだからまああとはなんていうかな、まあ、常識もやっぱり知っとかないといけないので、結構周りから真面目と言われます。だから真面目と言われるっていうか、まあ、真面目と言われるぐらいの常識と変人っていう言われるぐらいのなんていうかなクリエイティブさのが合わさったのが僕だと思います。あとは人間好きがもっと足されて、うん、それで構成されています、僕は。なんかかなり自分のことをなんか分析されてる。
なので、やっぱり気づきというか背景というか、やっぱり他人が同じような状況になったとして、やっぱりこの3つですよね。人間が好きっていうのと、クリエイティブな部分と、あとは真面目っていう部分が全部重なり合うと、意外と同じ方向に行くんじゃないかと思ってたりもするんですけどね。以上です。ございます。その大学院の修士2年の時に病気になられそうた。です。はい。なんかそれ病気になるような何かがあったとかですか？それともいきなりと。いきなりなんですけれども、一応、そのハードワークが結構ありましたね、その大学院でっていうのが。なんていうかな、ほとんど寝食忘れるぐらいに論文読み込んだりとかずっとしてたので。ああ。いや、それこそ、曜日忘れたりだとか、研究室行ったら誰もおらんと思ったら、今日休みの日やったとかって。だいぶハードワークしてますね。ちょっと しすぎて、あとそれでちょっと親に危ないよ、実家に帰った時に親に危ないよって言われた時に、一回ちょっと病院行こうってなったら、やっぱりうつ病ですっていう感じになりましたね。お、ちょっとなるハードほど。ワークがたたりました。だから反面教師にしてくださいっていうところなんですけど 結構そういうところってなんか小さい頃からあったんですか？なんかのめり込むとなんかずっとああ、あやりれまる。したね。なんか一つのことに集中するのは結構得意ですね。特に数学とかは時間忘れてやってた頃とかありましたしね。数学とか、あとは理科とか数学が意外と得意でしたね。それやってるともう本当に寝食忘れるぐらいずっとやってるかもしれないですね。なるほど。はい。じゃあ、最後の質問はなんか、創造性と、まあ、クリエイティブと真面目がなんか、大前提にあるってことですか？そうですね。あと人間性、人間好きっていうところですね。なるほど。はい。時間的には以上ですかね。はい。なんか、最後に一言ありますか？そうですね。意外とさらっと してましたね。なんか、ここまでさ、具体的になんかたくさん出てくるってことは、やっぱなんか日常的にそのアウトプットしてるから、まあ整理されてるのかなと。ああ、それもあるかもしれないです。あと、吉田さんからオファーいただいたときに、自分の中でこう、やっぱり有意義なものにしたいなって思っていたので、だいぶ落とし込んでます。あと、ちょっとちょくちょく下見てるのはカンペです。はい、全然大丈夫です。やっぱりなんていうかな、せっかくのお話なんで、やっぱりだらだらしたのは良くないかなって思ってますし。はい、ありがとうございます。じゃあ、インタビューは一旦以上で、録画停止します。はい、ありがとうございます。